まだまだ始まったばっかりですよ。 まず1着がトップで勝ってきた坂本さん2番徳山さん3番。さあ勝ち上がりは2名ですね。さあ川村さんが外してきてしまった。よいしょ、あそこ出られないかな。さあ青年ジャパンですね、今トップで。 さあ立川さん今ちょっと一台立って、はい大丈夫ですよ、クリア。市川さん車は何でしょう、今トップ走ってるのは RB。 インファーノじゃないですよ。インファーノじゃないですよね。さあ荒川さんが今穴のところで戦闘中。さあ時山さんが2番手に浮上してきております。 さあ、これはあれですかね、立体交差というところが結構ツルツルになってるんでしょうか。<笑>坂本さん、リアタイヤが相当厳しいのか、立体交差が距離が。 さあ予選の時よりやっぱりあれですね、青レンジャー、トップ青レンジャーさんも今コンマ5秒ぐらいは軽く打ってますので、ちょっと前に進まない路面状況になっている模様です。残り半分。 坂本さん落ち着けば全然飛べますね。<笑>あれなんか2番手の徳山さんが何か壊れたぞ。外れた。ここね、あの、滑り方ついてる今。脱臼ですか。さあここで坂本さんが近づいてきた。<笑>さあ徳山さん坂本さんの2番手争いが接近戦になった。 真ん中今スタックしております。真ん中よろしくお願いします。はい、クリアです。さあ、徳山さんと坂本さんの2番手争いが激しい。今3分20秒経過。徳山さん、坂本さん今勝ち上がるのがさあどっちって感じですかね。青レンジャーさんは結構逃げておりますね。 さあ今残り1分になりました。青レンジャーさんが現在独走しております。さあ時の差が2番手ですね。坂本さんが3番手。さあ立ち上がりをかけて、ちょっと戻った。危ない危ない危ない。市川さんレーシングモード。レーシングモード。 残り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 残
さあ、続々とゴールしてきますね。はい、高橋さんがゴールして、オレンジさんゴールして、荒川さんゴールして、あと川村さんですね。勝ち上がりは、オレンジさんと徳山さん。